皆さん、おはようございます。おはようございます。めっちゃ反射する、反射するから反射はい、鬼反射する。かわいい。今日は久しぶりに、チングに会ってゆかチングではない方の。なんで見てんの私が YouTube でしか使ってない単語をいとも簡単に出してきた。見てる？見た見た見た。なんで見てんの？ウケる。ゆかチングって言われてるやつ。そう、ゆかチング。そう、ゆかチングではなく、なんかリアルチングにリアルチングに今日は会って、あの美術館に行きます。今日はどこに行きますか？いや、私が言うの。はい。お姉さんが言うじゃない。じゃあ、せーのでよ。せーの。まーねーって。あ、そっちか。上野の森。上野の森これか。どこ、ちょっと使えなくて大丈夫ですか？大丈夫です。こういうのは漏れなく使うのがいつも私の YouTube なんで、こういうのいつも、あの、ほとんどカットせずに使ってる。使われてます。最近なんか姉と行った旅行じゃない、ご飯食べてる時も、姉の尺多すぎて、姉に私の尺こんなにいられるだろう、削れって言われたってぐらい、なんかいつもなんか、あの、尺あんまり考えずに使ってます。はい。まあ、今日は、あ、ね、さっきからその静電気すごいよね。ごめんね。いいよ。もう大電体質、申し訳ない。なので今日は、上野の森美術館でモネ展を、楽しみだね。え、そう、しかも今日2人ともおニューの服着てきてるの。だからなんか浮かれてる。今日浮かれ。はい。あー、なんかかわいい。なんだこの動きは。だって動きがキモすぎて死ぬんだけどということで見に行ってきます。すごいね。はい、40分前後でご案内中です。40分前後。えぐ。まあ、行くか。うん。あの、もしかして中に入るより広いじゃん。そうだね。はい、ということでモネ展行ってきました。11時ちょい過ぎぐらいに入ったんだけど、一瞬でしたね。まあ言うてね、でも40分過ぎだから、いた方ではあるけど、マジで秒だったね。一瞬だったね。ありがとう。なんで、なんかでもすごい楽しかったです。私あんま、なんていうか、芸術になんか、ああこう思うタイプじゃないけど思うタイプじゃないんだけど、なんか、なんだろう、モネってなんか骨っていうか、油絵って立体的なんだなって思ったりとかして、なんか面白かった。なんかあと今回行って思ったんが、私絵見てるのも好きなんだけど、説明文読んでる時の方が楽しいかも。そう、なんか、あ、こういう気持ちで描いてたんだみたいなとか、なんかこういう、なんか、あの、そう、意図があってとか、あとそれもそうだけど、なんかあの構図もう、なんかこれってなんか書かない人だからさ、どうやってなんか記憶して書いてんだろうって思ったりとかしてさ、なんかそういうところが気になってしまったから、楽しみ方が合ってるかどうか知らんけど、でも面白かったですね。でも混んでたね。混んでた。人しかいなかったね。やっぱ日曜日だからね。混んでました。でも面白かったです。今は40分待ちのグッズ列に並んでます。はい。もしかして中にいた時間よりも長いでもグッズ買いたいので行きます。はい。ということで、40分ぐらい並んできて買ってきました。イエーイ。これはお母さんに頼まれ
画集と、うん、あとポストカード、ポストカード後ろにいる、あ、ポストカードが入ってますと、あとこれ紅茶缶と、うん、これがなんかレモネードの飴、私なんかレモネード世界一好きなんでレモネードの飴と、あとこれはクッキー缶を買いました。で、これはモネおじさんがここに写ってるの、かわいい、マジでかわいいで、あとこれは私が結構なんかここに来る前になんか TikTok で見た動画でもあって、私も欲しいって思ってた、友達も欲しいって思ってたみたいで、あの2人でめちゃくちゃ買ってますで、まあ、紅茶は普通に紅茶好きなんで買いました。お買い物で、しかも私なんかポストカードを結構なんかファンの人にお手紙書くときとかにこういうとこで買ったポストカードよく使うので、会いに来てくれた人はこれを受け取ることがあるんじゃないかと期待しながら会いに来てください。イエーイ。で、お買い物もいろいろしましたので、この後はカフェに行ってちょっとゆっくりしようかなと思います。とかご飯食べに行きます。今昼過ぎなので、では行っちゃみよう。かわいいね。ありがとう。今日もかわいいね。今の髪色何色なの？今これは一応紫。紫。でもなんかもう落ちてきてて結構。うん。うん、まあ、赤紫みたいになってる。かわいいね。ほら見て見て、みんなの子かわいい。伝わるのかな？伝わるかわかんないけど。伝わるかわかんないけど、一応そういう感じ。あと髪の毛伸びました。すごい伸びたよね。結構ね、ボボだったよね。そう、ずっと結構短かったから。うん、でもショートってやっぱ1年で飽きるわ。結構長かったよね。結構長かった。でもショート期間。ショートはマジで1年で飽きるわ。飽きるんだ。うん、全然1年で飽きるので、うん、もういいかなって感じ、はい、じゃあ次のゆうちゃんに交互ご期待ということで、はい、でも目の中が空洞だからちょっとなんかグロい感じになってる、近くによるとグロいから遠目から見た方がいいと思いますちょっと中がグロいことになってるはしゃいでたのにね、はい、かわいいね。あ、パンダがかわいいというか隣の女の子がかわいいかな。知ってる。うざ、殺せ。ありがとう。はい。頑張って黙ったのに。頑張って今黙ってたんだけど、お腹すいたら出てきた。出てきた。視聴者とハートしたい。似てるんです。そうなの。双子かなって思うぐらい。でも、ほら、すご。やるじゃん。めっちゃやるない。君より後ろに行かないと私の顔がでかいのがバレるからさ。揺れるよ。あ、これもめっちゃ雰囲気。てか貸し切りなので今。いや、そうなの。なんか開凸しちゃった。開凸しちゃった。ちょっとゆっくり来たけど開凸しそうしてしまったから。寝てるよ。もうガチリアルそうじゃない今。そうだね。あ、みんながこれ夢見ているさ、この構図いいでしょ。ごめんね。イオリなら俺の隣いるよ。帰れる感じ。ごめんね。
天気、本当にそう、めっちゃいい天気、よかったね。このおっぱいを触れるの僕の権利だよ。変な笑い方して汚い笑い声だ。本当だよ。てか飲み物飲んでないじゃん、さっきから全然飲んでない。飲みたいですか？大丈夫ですか？ここを映さないでください。私何してるの？お弁食べて。あれ？あれ？何食べてるの？お弁。具は？具は、うん、厚揚げと、うん、なんか大根と、うん、しらたきを買った。美味しそうだね。さっき甘いもの食べたから、うん、2人でしょっぱいの食べたいねって言って、なんか富士はチキン買ったんだけど、私。あれ、あ、美味しそうだね。急にね、寒くなったもんね。もう先週ぐらいからずっとおでん食べたくて、あったので買ってきました。めっちゃ美味しいです。はい、うん、いっぱい食べてください。はい、ローマ店、はい、これはなんか骨店チケット買って借りたんだけど、これは当日券で行って会津かので見に来ました。なんか結構彫刻見るの好きなんだけど、その彫刻が割とメイン目に展示されてるっていうのを見たので楽しみです。はい、行きます。どうでしたか？なんかさっき印象派だったから、なんかこっちはもうほんとより写実的な感じ、うん、でなんかすごいね、あ、面白かったです。面白かった、まあ、あとなんか神話とか私たちにはちょっと馴染みないけど、だからなんかね、そうなんだぐらいのなんか軽めな気持ちで見れました。楽しかったね。そう、あ、そうなんだみたいな感じでなんか見れたし、すごい面白かったです。お土産はさっきもね、店で結構買ったから、うん、ローマ店では、うん、みんなへのなんかプレゼントに使うメッセージカードとか買いました。素敵だったね、うん、めっちゃ良かった。これをみんなでシェアできるの楽しみにしてます。じゃあ、お客様に営業時間のご案内。はい、ということでもう2人でヘッドスパ決めてきました。ポカポカ。もう先週からなんかずっとね、ヘッドスパ行きたいって言ってて、で私もちょっと前にその中でヘッドスパ、うん、ちょっと交渉事情で逃したばっかりだったから、お二人の事情があって急遽予約取ってガチガチになって頭ほぐしてきました。めっちゃ気持ちよかった。寝てたもんね。記憶がもうスワーってなってて、もう記憶ないです全然。もうしっかり寝て本当に気持ちよかったです。あとこれ言ったけどさ、手もあったかい。そう、あったかい、すごい本当に。だからドライヘッドスパ最高でした。また定期的に行こうと思います。うん、ありがとう、言ってくれて。ありがとうございます。ね、感じ気持ちよかったです。